皆さんこんにちは。今日もご覧くださってありがとうございます。またいつもの通りですけれども、私の前ルーティンよりスタートをいたします。はー、ということで皆さん今日もご覧くださってありがとうございます。キスタビタの光栄です。今日もね、暑い日です。でも天気がいい方がなんとなくウキウキワクワクしますかね。さあ皆さん、今日もですね、一緒にこの動画を通じて一緒に動きましょう。さあ今日もご覧くださってありがとうございます。インストラクターの大江です。体を動かすと体にも心にも脳にもいいです。世の中なんかネガティブな情報がいっぱいね、なんですけれども、そんなことが気にならなくなるぐらいに今の自分をワクワクね、気持ちよく元気にしていきましょう。はい、ということでですね、今日も全身を気持ちよく動かしていきます。そして今日はですね、ちょっと後半にフロアの動きを行います。しゃがみにくいとか正座がしにくいという方もしやすくなる、股関節や膝、足首の調整を行います。下半身、お腹のあたりから下半身のシェイプアップ効果もあります。はい、ということでですね、まずはですね、腕を動かしますね。ほっほっ、はい、ほっほっ、はい、背中です。1、2、3、4、5、6、7、8、前から引きます。1、2、3、4、5、6、7、8、回旋。1、2、3、4、5、6、7、8、交互に1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと伸ばします。1、2、3、4、5、6、7、8、ちょっと後ろへ1、2、背中や肩の凝りを取っていきましょう。はい、それでは1、2、3、4、5、6、きつい人は肘を曲げてください。1、2、3、4、5、6、7、8、前からいきます。1、2、3、4、腕を細くなって肩こりがすっきりしますね。はい、回旋。1、2、手首をくるんと動かしてください。さあ、ウエストもすっきりしながら引き締めです。背骨も調整されていきます。はい、伸ばしましょう。1、2、3、4、5、6。さあ、背中や肩の気持ちよいペースで腕を後ろに、はい、ほっほっ。はい、それではですね、骨盤なんですけれども、この時はですね、小さくてもいいですから、なるべく体がぐっと上に引っ張られているようなイメージで動きましょう。はい、そしてブル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 、ほっほっほっ。はい、反対です。なるべく体が上に引っ張られているようなイメージで、はい、そしてブル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 、ほっほっほっ。はい、じゃこのままですね、シェイクしましょう。腕、足をブラ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 で、ついでにですね、この顔の筋肉とかも動かしましょう。ね、顎が硬くなってくると頭痛、肩こりもひどいんですが、唾液が出にくくなるんですね。唾液が出にくいと、この下にですね、細菌をいっぱい含んじゃいますからね。なのでちょっと顎を動かします。あと口臭も強くなるんですよね。はい、そしてほう、はい、ほう、とてもシンプルな動きです。ほう、はい、ほう、はい、ほう、はい、では1、2、3、4いきます。1、2、3、はい、回旋。1、2、3、4、はい、1、2、腕もウエストも引き締まってきましたね。上です。2、3、4、後ろ。はい、骨盤ですけれども、なるべく体を上に引き上げてください。はい、ブル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 、反対、ブルブルブル。はい、そしてグーッと引き上げて前、ここ伸びます。で、肩甲骨も腰椎で体を上引っ張る感じで、グー、骨盤と背骨を強くしますね。で、ここから手を伸ばす。はい、ぐわーっと胸を持ち上げて、ここで今ちょっとこう寄せてます。はい、そしてうー、はい、うわー、はい、上にぐーっと伸びて肩甲骨寄せます。はい、そして骨盤、ここの前伸ばします。うわー、はーい、どうでしょう。ぎゅーっと体を上に引っ張って、そしてこの前側、体を引き上げて、ここの前側を伸ばします。倒れる角度は無理なんです。おー、はい、そしてちょっとお尻を後ろへ突き出して胸張りますね。このまま
んが後ろ前って感じで曲げ伸ばしをします。ふうふう、気持ちよいペースで1、はい、2、はい、3、ちょっとお尻を後ろに突き出してます。はい、ではここで少し足を開きますが、皆さんのちょうど気持ちのいい足の幅にして、そしてギュッとツイストしましょう。しっかりお腹ですよ。はい、では反対使いましょう。ギュッ、しっかりお腹ですよ。で、じゃあここからはですね、下半身もシェイプアップできるんですけれども、とてもですね、効果的、膝痛、ね、腰痛にもいいです。じゃあまずですね、上体は下げててもいいんですけれども、パタパタパタ、シンプルですよ。片足です。で、1、2、3、4、5、6、7、8、今度横揺らしです。1、2、3、4、5、6、7、8、で、背中をぐにゃっとしましょう。肩こりもすっきりします。はい、そしてですね、片足をくるーんとくるーんと回す感じで、はい、1、2、上体も揺らしますね。3、4、5、6、7、8、そして曲げたらこのままで足首を1、2、3、4、5、6、7、8、そして小さく1、2、3、ポトンと出します。1、2、3、ポトン、はい、1、2、3、ポトン、はい、1、2、3、はい、皆さんどうですか。今動いた足の方が足が長い感じがします。で、自分ではちょっとね、見れないかもしれませんが、触った感じでは明らかにお尻が表面柔らかくなってクッとキープアップしてます。さあ、反対もなんですが、ついでに背中の凝りも取りたいのと、お腹も引き締まりますので、まず上体をこのように揺らして、そして回旋です。1、2、3、4、5、6、7、8、膝痛にもいいんですよね。そして足首、1、2、3、4、5、6、7、8、ちっちゃく1、2、3、ポトン、1、2、3、ポトン、はい、こう下げててもいいですよ、上体パッポトン、はい、1、2、3、はい、ここまでできましたらですね、こうやって起こしやすくなってるんですよ。ここ股関節、仙腸関節が良くなったからなんですね。で、それでも腰が痛いという方はもうちょっとお腹をですね、持ち上げてもいいですね。そして肩回しします。1、2、持ち上げながら3、4、背中や肩気持ちいいですね。5、6、7、8、そしてぐにゃっとですね、背中気持ちよいです。で、膝を交互に曲げれたら曲げます。1、2、3、4、5、6、7、8、ここまでやりますと、正座がしやすくなっていると思います。でもですね、ちょっと正座が辛いなという方は、他の座り方でも構いません。そしてブラ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 、はい、またタッピングします。タッピングします。そしてよかったらですね、グッと骨盤を押し出してください。この股関節を伸ばします。はい、そしてこのまま寝た体勢をとっていただきたいんですけれども、足の方は皆さんですね、ちょっと持ち上げてブラ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 、ではここでですね、もしも持ち上げても良さそうでしたらグッと持ち上げましょう。または足を抱えている形でも構いません。ぎゅーっと上に引っ張られるイメージです。はい、そして持ち上げた場合はなるべく背骨をちょっとずつ下ろしていきます。さあ、ここから一緒に頑張りましょう。ここ腰をペタッとつけて、お腹と足をよくします。腸腰筋です。体を支えてくれる大事。ここペタッとつけて、足を遠くに遠くにって感じで動かします。遠くに、はい、遠くに、
ましょう。はい、はい、1、はい、2、腰ベタンとつけてください。はい、3、足を遠くに。はい、4、はい、5、6、7、8、はい、あと2回頑張りました。9、10、はい、頑張っていただきました。そしてですね、キューッとツイストします。1、はい、2、これなんですけども、伸ばしてもよかったら伸ばします。3、はい、4、5、6、ウエストがくびれそうですね。はい、7、8、9、10、そしてですね、これ肩と背中が気持ちいいですよ。ぐわっと回します。1、2、はい、3、はい、4、はい、5、はい、6、7、これ肩の方がいいですね。8、9、ゴローンとしながらですね、10、はい、そして反対もやってみましょう。1、ゴローンとしながら、2、3、4、5、6、7、腕も細くなりそうですね。はい、それではですね、骨盤をぐーっと持ち上げるんですが、向こうに引っ張られていくイメージ、ここが伸びます。で、胃よりも尾低骨を持ち上げるようなイメージです。そしてもしよかったらチャレンジしてもいいかなという方はブリッジです。ぐっと骨盤を押し上げます。はい、下ろしてください。じゃあこれですね、何回かやってみましょう。腕も足のから1、はい、2、尾低骨の方を上げますね。腰、股関節、気持ちよさ、4、足の向こうに引っ張られる感じで、5、はい、6、7、はい、ヒップアップになってきましたね。はい、ヒップアップにもなりました。骨盤調整されてます。向こうに引っ張られている感じです。もう一回持ち上げてもよかったら持ち上げてみましょう。私なんてちょっとグッチしてるんですよ。はい、下ろします。あー、ブラブラブラ。さあ、もう一回ですね、持ち上げてもいいわーって方は持ち上げてみましょう。ちょっともしかしたらさっきはできなかったけど今はできてるって方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、じゃあちょっとずつ下ろしていきます。そして腹筋のコントロールでー、あー、いかがでしたでしょうか。うっ、はい、よかったら持ち上げましょう。おまけに伸ばしてもよかったら伸ばしちゃいます。はい、下ろして横ツイスト、よかったら持ち上げます。または膝ついた形で反対もツイスト、よかったら持ち上げます。または膝ついた形で、そしてグッとここお腹で支えてください。前、はい、体を上に引き上げます。うん、はい、そして良いショート、1、2、3、4、5、6、7、8、お腹、ほっ、はい、回しましょう。ほっ、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 ぐにゃ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 、はっ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 、ということで、皆さん、いかがでしたでしょうか。前腕は背骨や骨盤も調整して、肩こり緩和、シェイプアップ。そして後半はですね、フロアの動きで膝とか股関節の調子も良くなって、下半身のシェイプアップ効果が狙える動きを紹介しました。ウエストも引き締まってますよ。皆さんいかがでしたでしょうか。今日も最後までご覧くださってありがとうございます。どうかこの後もハッピーになりますように。そしてまた明日もどうかご覧ください。ありがとうございました。